本社や、親会社富士電機ホールディングスが入居する、ゲートシティ大崎イーストタワー、富士電機システムズ株式会社は、過去に存在した富士電機グループの中核事業会社の、一つで、電力、産業システムや半導体などの電子デバイスを製造、設置する企業である。2011年4月1日付で、親会社の富士電機ホールディングス株式会社に、吸収合併され、消滅した。 富士電機グループにおける電気システム及び電子デバイスの2部門で中核を成していた。2010年4月に部門再編が実施され、富士電機グループとして再注力するエネルギー、環境事業の中核事業者となっていた。グループの中では最大の売上を誇っていた。また、他の中核企業での事業再編の受け皿となったり、 複数の事業において子会社を統合し営業、製造能力を一元化するなど、中核企業の中でも変動が激しくかつ確実に、グループ内での存在感を高めていた企業もあったが、2011年4月をもってホールディングスに吸収合併されて、富士電機株式会社として、名実ともに富士電機グループの中心となった。特に現象号になってから2度の 申請を果たして規模が急激に拡大した。一度目は持ち株会社体制成立による富士電気電気システムカンパニーを九州分割での継承による中核事業会社化。二度目は2008年7月の旧富士電気機器制御とのシステム機器部門、電源営業部門の統合による電気システム部門と機器制御部門の統合である。他営業拠点が 全国各地に所在する。ありがとうございます。